皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、アフリカウシガエルが丸々お迎えして1年経ちましたので、1歳ということでこの動画にしてみました。おなじみの M さんに登場していただきます。よろしくお願いします。1歳になりました。アフリカウシガエル結構飼育されてる方多いんですけれどもね、このサイズなかなか魅力的です。ということでアフリカウシガエルの餌やりもやっていきたいと思います。このぐらいの大きさ、洗面器の感じでいくと大体大きさが分かるかもしれません。他のカエルだとでは餌やりやっていきます。この子は違うんですよね。この子は違うんですよね。この子は違うんですよね。攻撃的トラッカン、これも下手くそ。かわいい丸飲みです。この子は自然界では小さなネズミとかも食べてるのかもしれないですよね。目の前に通りかかったものには襲いかかっちゃうと思いますね。これからですね、どのぐらい長生きしてどのぐらい大きくなるかっていうのはまだわからないですけども、どうやらカエルっていうのはメスの方が大きくなるらしいので、この個体まだオスかメスかわからないですけども、これから成長させていくのが楽しみですね。なるべくなら大きくしたいなと思います。私は個人的な趣味なんですけども、大きい生き物が好きなんですね。ですからピラルクを飼育したり、アロハナを飼育したり、レッドテールキャットを飼育したりしてるんですけども、カエルも、大きい子が好きですね。でたまにショップでものすごい大きいアフリカウシガエルを見るので、そういうふうにこの子も育てたいなと思いますね。で結構アフリカウシガエルは長生きすると聞いてますので、ひょっとしたら10年20年という単位で飼育ができたら面白いなと思います。だいたい今は1日おきに餌をあげてまして、以前は、人工餌のツノガエルの餌なんかをあげてたんですけども、最近は他の魚たちとかがあげる食べてる餌、例えばワカサギとかキビナゴとか解凍した時についでにあげちゃってる感じなんですよね。だから魚もカルシウムたっぷりですし、自然界では海水のキビナゴなんか食べてないかもしれませんけれども、そういうのも含めて、たまに人工餌もやってますし、バランスは取れてるかなと思いますね。ちなみに以前ですね、購入したて、お迎えしたての頃のですね、撮影をしたものをちょっとお見せしたいと思います。どちらかというと、トノサマガエルとか東京ダルマガエルとか、そういう感じに近いような色合いでしたね。ただ食欲がすごかったですね。コオロギをこの頃あげてましたけども、コオロギにしたらもう30匹とかいっぺん食べちゃいますね。で虫はやっぱり小さい頃はよく食べて、今でもあげれば食べると思いますけども、自然界で何でも食べてるんでしょうね。きっとものすごい成長するスピードも速いので、通りがかる生き物とかを何でも食べる、もしかしたら共食いもするみたいな感じで大きくなるんじゃないかなと思うんですよね。多分カエルとかも食べちゃうと思うんですよ。小さなカエルとかも目の前に通りかかれば。なので同じ種類のものとか他のカエルなんかも食べちゃうのかなというふうに思いますね。私も生態を図鑑なんかで見たことがあるんですけども、こんな決して頭が良さそうには見えないんですけれども、ただオスの親のカエルはですね、オタマジャクシの子供を守るために水で干上がりそうになると、水をかき分けてですね、水を供給したりとかするぐらいの頭の知能というか本能があるみたいなんですよね。いずれにしても本能なので頭がいいとか悪いとかっていうもんではないんだと思いますけれども、そういうこともできるカエル、不思議ですね。で長生きもするということで、そういう意味ではだんだん風格が出てくるんじゃないかなと思います。まだまだ1歳なので、これから
楽しみにしたいと思います。アフリカウシガエル飼育したい方はぜひですね、あのこのチャンネルたびたびアフリカウシガエル特集しますので、ぜひご覧ください。あの飼い方は比較的簡単で、温度さえちゃんとしてあげれば、まあ、パネルヒーター引いてあげれば普通の家庭でも全然 OK ですし、まあ、私の場合はあの部屋ごと温めちゃってるんで、もう水さえ入れとけば大丈夫っていう感じですね。まあ、こんな攻撃性もありますんで、噛まれないように注意してください。あの鼻なんか噛まれたら痛いと思いますね。この勢いで来ますからね、まあ、覗き込んだ時にですね、さっきみたいに飛び上がってきますのでね、そこはちょっと注意してください。アクアハウスではですね、アフリカウシガエルの他にクランウェル、ツノガエルとか、それからバジェットガエルとか、まあ、いろんなカエル飼ってます。まあモリアオガエル、アカメアマガエル、イエアメガエル、カジカガエル、まあ、いろんなものを飼ってますけれども、まあ、カエルが私大好きなんですね。なぜかあの顔が可愛い、目が可愛い。でカエル苦手な方は多分生き物を食べちゃうからかな、虫を食べちゃうからかもしれないですよね。まあ、顔が可愛いっていう意味では誰が見ても多分可愛いと思うんですけどね。ただその中でアフリカウシガエルは可愛いというよりはちょっとどちらかというと悪役な感じ、顔をしてますかね。まあそれも含めて面白いなと思ってますね。なんかすごく大きくなった時かっこいいかなと思いますので、楽しみなんですよね。このカエルは何でも食べるので、まあ、餌にマウスをあげてる方なんかもいらっしゃるんですけども、まあそういうのも含めて、まあいろいろがっつり食べるんで、まあ人気があるんだと思います。まあ私はあまりマウスあげませんけどね。アクアハウスチャンネル、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。